視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日の動画はコチトラ自腹じゃ CD 選び編です。パクユーが毎週 CD ショップに行き、その週に発売された新譜の中から1枚をチョイス、自腹で購入し5段階で星をつけて評価レビューするという企画です。毎週水曜日にレビューする1枚の CD を選ぶ過程を動画にして公開し、翌日木曜日にそこで選んだ CD をレビューしております。ぜひどちらの動画も合わせてお楽しみください。今週もホームタワーレコード新宿店やってまいりました。7階、ニューリリースフロアから見ていきたいと思うんですが、本日もインストアライブが予定されているということで、ちょっと騒がしくなるかもしれません。音量お気をつけください。それでは7階行ってみます。普段はエスカレーターを上がったところから、一番目につくところから見ていってるんですけれども、ちょっと人が多すぎてビデオ回せません、カメラ回せませんということで、ちょっと違うとこから見ていきたいと思います。まず気になるところ、この辺見ていきましょう。東京カランコロン、なんかね、バンド名は結構聞いたことあるんですよね。6曲入りのミニアルバムですね。10月3日発売、今週ですね。どんなバンドなんだろう、なんかちょっとピースフルな印象ありますけれども、ちょっと気になりますね。候補作にしておきましょう。そして隣にはラッキーテープス、知ってますよ。まあ、ちょっと遠からず近からずというような、バンドでございますが、10曲入りのアルバムで、 DVD にはライブ映像が5曲入ってる。まあ多分おしゃれ系、意識高い系に、カテゴライズされるバンドなんじゃないかなと思います。続いてはこちら、ミントメイトボックス。これはね、あのロックバンドだったと思います。ミュージックビデオちょっと見たことがありますね。 EP ということで、6曲入りの、まあ、ミニアルバムっていう形になります。これも豊作にしておきましょう。渋谷店でインストライブやるみたいですね。まあ興味ある方はぜひ。続いては、あ、これ面白いな、映画ですね。音量を上げて聞けタコ、あのなんとかかんとか音量を上げろタコっていう、映画のコンピレーションアルバム。映画のサントラとは違うんですかね、どうなんでしょう。まあでもね、曲目リスト見ると、映画の中の役名がたくさん出てくるので、まあ、基本的にはサントラと思っていいんだと思います。これちょっと気になりますね。続いてはこちら、豆腐ビーツニューアルバム、12曲入りですね。僕豆腐ビーツさんはね、ずっとね気になってるんですよね。ただ、確かね前作僕買ってこのコーナーでレビューしてるんですけど、結構渋めのレビューした記憶があります。なので次の作品はどうなんだろう、どういう風に感じるんだろうみたいな、観点で、ちょっと気になりますね。相変わらずね、ジャケットがね僕のど真ん中なんですよ。あの気になるジャケをしてるという、これも候補作です。はい、8階 J-POP フロアにやってきました。こちらのフロアもですね、普段はエスカレーター上がってすぐのとこから、ご紹介していくんですけれども、何やらですね、この辺にあるかな、ヨニゲというバンドの多分メンバーの方が、ご本人が、その CD を展開する、なんていうんですかね、ブースみたいなところをチェックしてるみたいな感じでね、なんか人だかりができてたんですよ。なので、あのうまく撮影できずということで、真ん中の新作が固まっている場所からお届けしたいと思います。ちなみに、僕毎週タワレコを中心にいろんな CD ショップ行ってますが、今回みたいに、そのまあご本人が、売り場をチェックしているみたいな、そういう場所に、そういう場面に遭遇することっていうのがたびたびあります。でその周りには、まあファンの方なんでしょうか、どこから情報を聞きつけているのか分かりませんが、ちょっとね人だかりができるという、そういうことあります。まあ、CD ショップの、お楽しみの一つかもしれませんね。で、紹介していきましょう。フジファブリックのミニアルバム、これが5曲入り。まあね、フジファブリックもね、あのオリジナルアルバム、フルアルバムを1回このコーナーでピックアップしてますので、今回は
ちょっといいかな、富士ファブリックは。で、まあ、これですよね。ここで紹介しておきましょう。今週は、まあ、ミスチルでしょう。10曲入りミスチルのニューアルバム重力と呼吸、これがね、あの7階でも8階でも売り場の周りにとにかく人がすごくて映せないという、やっぱみんなミスチル好きなんですね。やっぱ気になりますね。あの、まあ、僕がねこのコーナーでミスチルについて何を話そうが、コメントで叩かれる予感しかないんですけれども、ミスチルやっぱり気になります。候補作にしておきましょう。あ、女王蜂もね、ずっと気にはなってるんですけど、これはシングルですね。3曲入りのシングルということで、残念。あ、ミスチルが流れ始めた。でシングルだとヨシキフューチャリングハイドなんてのもありますね。で、大人コーナーはムッシュカマヤツと林部なんとかさん、ごめんなさいちょっと名前の読み方がわからない、あの泣き歌っつって、あのめっちゃ素敵な声をしている方ですね。林部さとしさん12曲入りのカバーアルバムということで、これもまあ一応候補作ですね。はい、続いてこちら、これちょっと気になりますね。花はニューアルバム唐揚げ、12曲入り、お父さんっていう曲がなんかすごい泣けるって言ってちょっと話題になりましたよね、まあ、それも入ってるみたいです。まあ、僕はなんか聞いたら泣きそうで聞いてないんですけども、コーラスナイツっていう曲とかありますね。まあ、ご兄弟なので、まあ、その辺の縁で、まあ、花輪さんのアルバムちょっと気になります。で、これ今週じゃないんですけどちょっと皆さんにご紹介したくて、これ馬場俊秀さん9月19日発売ということでだいぶ前の作品なんですが、全然ね情報知らなかったんですけど、ネットニュースでインタビュー記事を見まして、これちょっと気になります。参加してるアーティストがね、僕の好きなアーティストすごく多くて、スタレビの根本さんとかカンさんとかシングライクトーキングとか、あとはね実は僕めちゃくちゃリスペクトしてる、めちゃくちゃ好きな森大輔さんっていう方もね参加してるということで、これちょっと気になります。はい、またちょっと気になる作品見つけました。シマモさん全然知りません。このなんていうんですかね、絶妙に手が届きそうな可愛さと言いますか、シンガーソングライターっぽいシンガーなのかな、わかんないですけど、7曲入りのミニアルバム、これね曲名が刹那デイズ、なんかこの雰囲気を裏切らない感じですよね。これちょっと調べてみたいなと思います。続いてこちら、あの今流れてたミスチルの前にね、この作品の曲流れてたんですけれども、トミタラボのニューアルバム来ました。ちょっとスパン短くないですか。僕前作もこの、チャンネルの動画で取り上げてるんですけども、やっぱねさっき流れてた曲ももう超好みでしたね。めっちゃ気になる。参加アーティストもまた面白いアーティストがたくさん、名を連ねてますね。で、前回も僕限定版買ったんですけど、この限定版がねすごくいいんですよ。レコーディングダイアリーブックっていうのが今回もついてるみたいで、録音のこう制作の裏側がすごく見れるという、これも気になります。はい、ヨニゲさんが、退店したみたいで、ちょっとねついてきたんでエスカレーター前のスペースちょっと見てきます。この辺ねちょっとインディーズ寄りの若手のバンドが多かったりするんですけど、ニアフレンズ平成が終わる前にいいですね。続いて、こちらめぐみ。めぐみはねあんまちゃんと聞いたことはないんですけど、一応ご紹介しておきます。わかる人にはわかる、なぜ爆友が紹介するのかみたいな感じですが、そしてこれねちょっと気になりますね。エイル、エイリー、わかんない、エイル、女性シンガーソングライター、ニュージェイポップらしいですよ。幕開けが今始まる、9曲入りデビューミニアルバムということで、これちょっと気になりますね。はい、さっき人がちょっと殺到しておりました夜逃げのブースもちょっと一応映しておきましょう。これをねご本人たちが多分チェックしてたんでしょう。いい感じですねみたいなね、あのショップの店員さんとやり取りしてたと思います。しっかりサインポスターに入ってますね。こういうことをやって、まあ、いろんなショップを回るというのが、まあ、
メジャーアーティストの仕事ですね。7曲入りのミニアルバム、こちらも候補作です。はい、また気になる作品見つけてしまいました。織坂優太さん、これね、ポップがちょっと強烈ですね。宇多田ヒカルや後藤正文や小山田聡平をはじめ多くのミュージシャンが賛辞を送る。この3人が褒めたらいいに決まってるでしょ。そういうメンツですよ。僕も絶対好きだと思います。これ気になりますね。はい、ミスチルのブース、ようやく人がいなくなりました。ということでこんな感じ。重力と呼吸、これ僕がね、好きな作品がよく置かれるスペースに、今回置かれてました。ミスチル、これはミスチル買えってことなのかな。はい、最後恒例のアイドルコーナーで締めたいと思いますが、この辺ね、目立つところに置いてある作品先週と変わってません。一応ちょっと奥地にも入ってみましょう。気になる作品あるかな。あんまないっすね今週。とりあえずアルバムはない。あ、 DVD とか映像作品結構今週面白そうですね。あ、これこれこれ、電影少女ね。電影少女ね、僕ね実はねしっかり見てました。しかもね、これに合わせて漫画を全巻買って読んでみたいなことをねしてました。これ Amazon プライムで配信されてて、そっち版で僕は見てましたね。この作品はですね、あの豆腐ビーツさんとかパソコン音楽クラブとかが劇版をやってて、まあ、そういう音楽面でもちょっと注目、していた作品で、まあ、サブカル的な、匂いのプンプンする、そういったドラマでした。ということで、一通り回ってみました。ちょっとね BGM の音量がでかい、ミスチルでかいよって感じなんですけども、ミスチルに行くのか、それとも僕が好きなアーティストの作品に行くのか。ただ今回は、まあ、今週は過去に取り上げたことのあるアーティストの作品がすごく多かったので、そこをどう取るか、2枚目行ってその違いを楽しむのか、それともやっぱり取り上げたことのないアーティスト行こうよっていうことなのか、ぜひ、予想して楽しんでください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。これ権利大丈夫かな、ミスチルで引っかかるんじゃないかな。